まあコンプリートしたってことで、はい、特別な建物入荷。しょっ、来ました、ブラックコインの銅管。置くよ、置くに決まってるじゃねえか。限界だ、置くね。さあこれが本当の最後、ブラックコインのスペシャル、コース行きます。え、あ、自殺してしまった。自殺ってのもおかしいけど、おい、しょっぱなからタイミングが、命をかける。マジっすか、さっきのどうやって交わせばいいんですかね。おい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 、配置がなかなかのお兄さんです。下があれが2個目かな、止めんじゃなかった。これむずいな。このキノコできる限り残していきたいんで、ここで使いたくないんだけどな。早めに飛ばなきゃダメだなこれ。ああ、次は全力じゃねえか。やっちゃった。こんなとこで無駄に2機使っちゃダメだって。でここは小ジャンプであの下を取らなきゃ、早めに飛んでいく。単純にクリアも難しいんじゃねえかこれ。とりあえずいっぺんクリアまで行くか。よし、早めに飛んだ方がいいな。うん、だって戻ったらもうあいついなくなっちゃうし。これ超えた方がいいの？厳しい。まあここで一気使っちゃうと前提にしておく方がいいかもしれない。厳しい。ここでキノコ2マスは飛べる。でこれが3個目。おーい、めちゃくちゃ厳しいぞこれ。とりあえずクリアしよう。むずいことは分かった。とりあえず一旦クリアしよう。ここも2回クルーンしなきゃダメなんだよな。今ね回る気なかった、指が当たったんだ。ここはね大ジャンプ。よし、小ジャンプ目。ここ大ジャンプ。でここはもう大ジャンプで回る。回っちゃダメ、ノーマル大ジャンプ。大ジャンプ、中ジャンプぐらい。すでにむずいんだよなここ。タイミング的に絶対死ぬね今の。よし、普通にむずい。2回回る、すぐジャンプ。ここは普通の大ジャンプ。よし、あれも取らに行かないとね。まあ一旦クリアが先だ、まだ最後まで行けてないし、まあしょうがないけどな。この時の子取れねえんだあれ。まあ今ので3個目。
ああ戻される位置もなかなか、これはまあギリじゃん。こんなほんと切ってんだけど、まあもうあそこは残機位置使うこと前提だな。もう戻れ戻れ、もうここもすっげえ厳しい。これもっとギリギリで叩いた方がいいじゃないと取れない。はい3個目よ。ここねほんときついんだよな。ここねギリギリで全力ジャンプ、さらに空中で、はい、ここむずすぎ。よし、ここむずすぎなんだけど、ほんとこれさマジどういうことなんだ、これマジどういうことなの。とりあえず全力ジャンプだけしてみよう。絶対死ぬよね。マジでこれ、これどういうことなの本当。飛びすぎると結局こっちで食らうからあんまり意味がない。まあまだ残機はある。うっと、よし残り1、これ命かけるしかないよね。さあラスト1取れた。わからねえから、こんな初見でいけるわけねえだろ。よっ、キノコは確実に、そして大ジャンプからのチリンと。でここはちょっと一回安全に行こうかな。で大ジャンプで、ギリジャンで大ジャンプして一回回ると失敗だけど、まあいい、とりあえずこれだけ取っとけいいや。よっとで大ジャン、中ジャン、小ジャンで、キノコは取る。よし、ここはどうやらでかくないとほぼいけないみたいだから、チェッ、うわーもったいない。あうっ、キノコ、どうやらでかくないとあそこが厳しいみたいだ。おっと大ジャンくるん、ぴゅっと、よしいいね。ここで一機残せたのはでかい。よしよし、ギリジャン大ジャンプくるっと、あ、うん、あそこ小さい方が取りやすいんだよな。とちょっとね、と大ジャン、よっ大ジャン、ここでギリギリ大ジャンプ、着地ジャンプ、まあ、ミスった場合は、まあ、ここのコインだけ取って諦めて一回死のう。でジャンプジャンプ中ジャン、よっと、でキノコ取ってリカバリー。でここはギリジャンからのクロッと、まあしょうがない。よし、俺はここはちょっと上から行く方が、でここは壁ジャンで時間稼ぎ。よしコンプリート、ここからだよ。っよっ、行ったか、まだか、よっよし行った、
残機ある。行ったろこれ。こうだ。よし。よし。コンプリートクリアー。マリオナンバーワン。やった。にん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 。うわー。ノーマルコイン0枚じゃねえか。はい、ということでフルコンプリートしたが特に何もないのか。そして、記録が残ったりもしないと。まあ何はともあれ、ねスーパーマリオラン、ブラックコインまでフルコンプリート完了したので、ね、スーパーマリオランはこれで終了しようと思います。いやーもう相変わらず最終ステージのスペシャルは本当難しかったけど、まあコンプリートできてよかったと思います。それでは最後まで見てくれた方はお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。